カツラ男は中国の神話において月に住んでいるとされる伝説上の住人、または日本の妖怪。前者の意味からカツラ男は美男のことを指す慣用句としても使われる。月で木を切り続けるカツラ男の物語は中秋節の起源に関する中国神話の3つのエピソードの1つで月にウサギがいる理由などがこの ゴーツヨシバツカツラで説明されている。カツラ男の伝説にはいくつか種類がある。ゴーツヨシの妻が、炎帝の孫白陵と、死通、ゴーツヨシは怒って、白陵を殺し、そのため炎帝は怒り、ゴーツヨシを月に入るして、不死の木、月桂を伐採させた。月桂は斧を打ち込まれてもすぐに枝葉を茂らせ、長い時間をかけても月桂寺を倒すことができなかった。 ゴツヨの妻は、罪悪感を覚え、三人の子供を、引き返るウサギヘビの姿に変えて、月に赴むかせ、父の伐採を手伝わせた。戦国期から関内にかけて成立した、三海業の、海内郷には、ゴツヨを、五県と記して、炎三角の孫白陵、白陵道、県の妻は女縁夫、縁夫、原見三年、是制鼓、延べ、沼田。C 港、鼓、 のべぜしため、しょう、だめらくふう。このおみかどには、はくりょうというまごがある。はくりょうは、ごけんのつまあおんなとみっつうし、あおんなは三年の間妊娠してつずみ、のべ、るまたの三人の子を産んだ。るまたは、や、を、発明し、つずみと、のべは、しょうを、発明し、楽曲と音律を創始した。という一説がある。トーに編さんされた、有用雑誌には、 極めて簡潔に、以下の記述がある。旧ことが土うかつら、夕ひきがえる、小衣装ことげ傾向五百条、下ゆう人とりつげ尺の、樹草随号。一と名号、西川人、学船薄木、うすぎ、卓礼伐樹。昔の言い伝えには、月には、かつらの木があり、ひきがえるがいると。ゆえに、別の書には言う。月のかつらの木は高さが五百。 下に一人の男がいて、いつもこれを打っているが、切り傷は塞がってしまう、と。男は、姓はくれ、名は、つよし、西川の人で、戦術を学んでいたが過ちがあり、入るされて木を切らされている、と。李白の、造彩つかさ文婚記には次のような一節が見られる。翌折月中桂、持ちため感謝焚き木。桂男の伝説は、早い時期から日本にも伝わっており、 平安時代の四川州、州衣装にも、旧型の月のカツラも売るばかり家の風をも吹かせて、しがなという歌がある。月とカツラは、古くから文学上でも結びつけられており、万葉集では、目には見て、手には捕らえぬ月のうちのカツラのごとき妹をいかにせむ、と読まれている。伊勢物語の中では、後に中宮のとなる。 藤原徳子と恋をした美男として知られる、有原の成平に被される、主人公に対し、万葉集の歌を踏まえて、月のカツラのように四人が触れてはならぬ人に通じた、男という含みを持たせて、カツラ男の君のようなという表現を行って以来、日本文学において、カツラ男は単に美男のことも指すようにもなった。竹原春仙が、絵本百物語より、カラ男カラ男は、 江戸時代の祈談集、絵本百物語にも描かれており、月の中に、墨あり、俗に、桂ツ男という、久しく見るときは手を出して見る者を招く、招かるる者、命縮まると言い伝う、などとあり、見るたびに伸びぬ年こそ、歌てけり人の命を月若金戸という歌があるとして紹介している。和歌山県東室郡 下里村にカツラ男と呼ばれる妖怪の伝承があったと記録されている。満月ではない時に月を長く見ていると、カツラ男に招かれて命を落とすことにもなりかねないという。カツラ男は月のウサギと同様に、元はインドの説話が中国を経て伝わったものだとも言われるが、日本神話では月の神であるツクヨみが、捕食人を殺害したと言われることから、 月の神に死のイメージが伴っている。かつら男に招かれて寿命が縮まるという説は、そのような伝説、神話が重なって付与されたのではないかと考えられている。日本の忍者が用いたと伝えられた忍術にも、かつら男の術という術がある。平時より敵人に自分たちの味方となる忍者を忍ばせて様々な活動をさせるものであり、敵陣にいる自軍の忍者を、 月にいる、かつら男に例えて呼んだものである。ありがとうございます。